どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今日はですね、あけぼの橋に来ております。で、今日紹介するお店、ラーメン屋さんなんですけど、中年男性の皆さん、お待たせしました。最近脂っこいものが食べられなくなってきたなっていう方、今日紹介するお店はね、もうまさにね、そういう方にね、ドストライクなラーメンだと思います。で、そのラーメンのジャンルが鯛塩そば、愛媛県宇和島産のマダイを使っためちゃくちゃ出汁が出てる澄んだスープのさっぱり系のラーメンなんだけど、旨味がすごいと。で、麺が三河屋製麺の特注麺使ってて、オープンしたのがね、ネットの情報だと2015年の4月になってるんで、まあ今8年目だからもうすぐ10周年で、そのラーメン屋さんがこちらでございます。鯛塩そば東華さん、2019年の時に食べログ100名店に選ばれてまして、鯛のみを使用した鯛だしスープだそうです。喉に染み渡るマダイの旨味、芳醇な香りが織りなす至福のマダイだしを堪能できますと。で、メニューは2つしかないのかな、これ。鯛塩そばに鯛塩つけ麺で、あとは鯛茶漬けなんかもあります。うわ、うまそうだねこれ。で、並ぶ時もあるみたいですね。列の案内もあったりしますが、この時間帯は今若干空いてます。店の前にいても、このタイのうまそうなね、出汁の香りがマスク貫通してます。それではワッキー TV の中年男性の視聴者さん、今からすすっていきたいと思います。東華さん、食券制でラーメンとつけ麺の二刀流とか、鯛茶漬けセットとかいいよね。あとは味玉付きのセットと普通のシンプルなスタンダードメニュー。水餃子もあるね。鯛塩そばのハーフもあるね。鯛茶漬けセットだから、ラーメンがハーフなのはいいよね。まあ、やっぱりここはね、初見なので左上の法則ということで、看板メニューの鯛塩そばに鯛茶漬けセットで。店内は L 字カウンターで、厨房がね、あの調理過程とかも全部見れます。はい、ということで、東華さんの鯛塩そばやってまいりました。愛媛県宇和島から直送の新鮮マダイを贅沢に使ったこの黄金スープのビジュアル、そしてセットの鯛茶漬けと、中年代表の僕ワッキーがいただいていきましょう。先日約10日間ぐらいタイに行ってて、香辛料の効いたね、タイ料理結構食べてましたんで、こういったザ・ジャパニーズグルメをね、目の当たりにするとやっぱり日本帰ってきたなって感じで、決して映えるというねラーメンではないんだけども、まあ前々からね食べに来たかった念願の東華さんで、このスープがね、言わずもがな、タイの旨味が口から喉を通って胃袋にこのマダイの旨味が染み渡る。あとやっぱり香りがすごいですよ。スープ口に運ぶ時のこのね、鯛の香りがもう何とも言えない。もう何の罪悪感もなく、スッと体になんかこう吸い込まれていくようなね。で、この東華さんの麺線が綺麗で、これね、崩したくないようなね感じもあるんだけど、まあ崩さないと食べれないからね。で、麺の長さはね結構長めでして、三河屋製麺の特注麺ということなんですが、細麺ストレートで小麦の香りしっかり楽しませてくれて、自分って動画撮りながらやってるから、ちょっと時間経っちゃうんですよね、着丼してから。まあどうだろう、麺の硬さとかは調整してもらえるかちょっと分かんないけど、しっかり歯ごたえもあって噛み応えのある麺、ね、まあでもやっぱり主役はねスープかなと思うんでね、途中でスープ挟んでたんですけど、すごいなと思ったのが、このスープをね邪魔してないんだよね、麺が。主役はこのマダイを使った黄金スープだよと。で、さっきから存在感を放ってるこのチャーシューがかなり分厚くて、色合いとかもねすごい良かったし、めちゃくちゃ和で攻めてんのに、この動物的なね厚切りでガツンとくるこの豚肉の旨味が、これまたたまらなく良かったんですけど、なんだろう、こうなんかね、ギャップにやられたっていうのもありますね。ずーっと優しいで来てたのに、いきなり予期せぬところからコークスクリューパンチがやってきたみたいな。まあフォークステーキまではいかないけど、かなりの厚切りで、これも麺がまた進むんですよ。この穂先メンマもね、味がしっかり染みてて甘みもあって、
ってシャキシャキもあってでちゃんとこのマダイの黄金スープも染みてるからもう一本あってもいいぐらいだね。これマジでうまかったです。でとにかくこれ途中でスープ挟みたくなっちゃうからもう勝手にレンゲがね動いちゃうわけですよ。ただ一緒に頼んでる鯛茶漬けでこのマダイのスープ使うんでねここであんまり飲んでしまうと最後かけるものがなくなっちゃうからちょっと抑えつつね。いやそれにしてもこれ系のラーメン久々に食べましたけどやっぱ透き通った和風だしのそばはねまあ美味しいですよね。もう今美味しくない店を探すことの方が大変なぐらいもうどこもねレベル高いと思うんですよ。はい、ということで急に画面が変わっちゃいましたが皆さんからしたらどうでもいいお知らせでございます。この度またまたカメラを買ってしまいました。じゃじゃーん、オズモポケット3でございまして、まあ、箱これなんですけど、まあ、DJI というメーカーが出してるやつで、まあ、ジンバル型のビデオカメラでこれフルセットのやつ買ってこういうねワイヤレスマイクもセットなんですよ。これここの辺につけてね録画しながらちゃんとマイクの音声でこう収録ができるという。だから今後ちょっとワッキー TV ではこのオズモポケット3でいろいろね撮って Vlog だとかお店とかもねちょっとこれでもやってみたいなと思ってまして、今これ一眼レフで撮ってるんですけど、まあ、これもね引き続き使いますが、まあ、こっちの方がこうねコンパクトだしこう撮りやすいんでね。以上、皆さんからは本当どうでもいい、ワッキーまた新しいカメラ買ったよというだけのお知らせ動画でございました。それでは本編に戻ります。ということで鯛塩そば十日さんに、映像を戻しまして、続いては鯛茶漬けでございます。このマダイもめちゃくちゃうまかったんだけど、この味噌だれが絡んでるでしょ、これもねすっげーうまかったので、ちょこんとわさびが乗った状態でそのままご飯にオンザライスしてあられをふりかけ、余った鯛塩そばのスープを味噌だれのついた器にスープを入れて、でここでかき混ぜてからご飯にかけると。この器についてる味噌だれ余らしちゃったらもったいないからね。でからのおいでまたそのままスープをかけると。いやこの時もね自分またテンション上がっちゃってるんだけど、これちゃんとねマダイの旨味を感じられつつこの味噌だれの甘みとか風味も合わさってねご飯がめちゃくちゃ進みました。まあ、今回のテーマとしてね中年男性必見ということなんだけど、この鯛茶漬けももう罪悪感なくスルスルね入ってきましたね。いやね改めてこれだけのクオリティの鯛茶漬けがセットについてて、で鯛塩そばとセットで1330円、値段だけ見たらねちょっとするなって思う方もいるかもしれないけど、食べてみてのこの内容と満足感、あと体が喜ぶ内容のセットでございました。鯛塩そばのスープも残さず完飲して、ごちそうさまでございました。いやうまかったっすね。まさにね俺の年代にぴったしだし、俺より上の人たちもねこれ大満足でしょう。今日ちょっとね天気悪いんですよ、まあ、雨降ったり曇りだったりするんだけど、もうね今すがすがしいもんね都営新宿線あけぼの橋の A1 出口出て、もう歩いて2分ぐらい橋になります。で特に40オーバーの方はね、あの鯛茶漬けもねめちゃくちゃうまかったです。あのね鯛の身に絡んでるあの味噌がねあれうまかったね。ちょっと今日はねサクッとした動画でしたが、すすり食べに来てみてはいかがでしょうか。それではまたね。